ラテン教、ボスニア語、ラッテンスカ・キュープリーヤ、クロアチア語、ラッテンスカ・キュープリーヤ、セルビア語、ユーゴスラビア時代は、プリンツプ・橋プリンジポー・フ・モーストと呼ばれていた。は、ボスニア・ヘルツェゴビノの首都サライボの中心市街を流れる、ミリアツカ川に架かる、オスマン帝国時代からの歴史的な橋である。ラテンスキー橋とも呼ばれる。橋の北端は、ガブリロ・プリンツプにより、 オーストリア・ハンガリー帝国の皇帝、国王の継承者、フランツ・フェルディナント夫妻が暗殺され、第一次世界大戦の契機となったサラエボ事件の現場である。1913年頃のラテン橋橋の基礎の推定からラテン橋は、サラエボに現存する橋の中では一番古い橋で、1514年からのボスニア三尺の調査で、現在の場所が述べられている。橋は、 比較校のフセインフセインの息子シーメルド・セルマードにより建築された。この最初の橋は木で作られていたようで、1565年からの裁判所の記録証書,書では、サラエボの著名な市民であるアリアジニベグアリアイニー・ベックにより現在地に石橋が築かれた。1791年11月15日にひどい洪水により橋はかなりの損害を受け、 サラエボの商人であった、アブドゥラーガ・ブリガ・アブドゥラ、AGA ・ブリガの資金により再建された。橋は1798から1799年に再建されている。橋は4つのアーチと、残りは3つの頑丈な柱、堤防で構成され、石と石膏で建築されている。また、橋脚の上には目立つ2つの目のような穴があり。 現代のサラエボの師匠にもその形を見ることができる。交通量が激しいオースハンガリー時代には橋に、舗装が追加された。オーストリア大公が暗殺された橋に関連する地図、サラエボ事件の位置の記念プラーク。使用される言葉のトーンは、セルビア人のエリートで英雄と考えられていた、ユーゴスラビア時代のプラークに比べて、より中立的で事実に基づいている。 サラエボ事件とガブリロ・プリンツィプの歩みを記念した、プラーク。後に、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争で被害を受け、記念碑の前にある足跡は取り除かれ、プラークは、キリル文字から、ラテン文字に変えられた。1914年6月28日、ウガンから通りに入る曲がり角で、ガブリロ・プリンツィプは、オーストリア・ハンガリー帝国の皇帝、国王の継承者。 フランツ・フェルディナント夫妻を狙撃し射殺した。これは第一次世界大戦が始まった直接の原因となった。橋はその後ユーゴスラビア時代にプリンチプ教と改名されたがユーゴスラビア紛争後もとの名称であるラテン橋に戻された。橋の名称であるラテン橋の由来は街の中心にあるカトリック教会と以前は 多数を占めていたカトリック教徒たちが暮らす指定された川の地区ラッテンルークを結ぶ最短ルートであった事実によるありがとうございます。